後半はこのミラーゲームになったといいボールですかね。今吉からいいボール上がってニューロ笠原が立ちはだかっていました。最後までよくボールを見ていました。外からタイラーが回り込むが安西合わせていく。中央カルロス・マルティネスでした。スタメンで来ている前田大然と、ここは富山が飛ぶのか、後ろから来た佐藤翔、左足クロス、ボンゴール、痛恨、最後は畑中慎之介。それは特に攻撃面なんだというベルディですが、その攻撃が火を吹くか。中央、いいところカルロス・マルティネス、枠わずかに右、ビッグチャンスでした。ベルディ、まあ、まずはこのエリアで中5選手のしっかりとこのシュートを打たずに状況を見てましたね。でしっかりこう右足に出してあげて、でカルロス・マルティネス選手の柔らかいタッチ、そしてツータッチでのシュート、まあ、一連の流れはねいい流れだったんですけどね。時間を置くという布陣か、完全に全攻撃の形になっているベルディ、こぼれたところ右足のシュートでしたが、最後は枠を捉えることができませんでした。岩谷明、安西仕掛けるクロス、右足カルロス・マルティネス、笠原の好セーブに阻まれる。素晴らしいフィニッシュのシーンでしたが、カルロス・マルティネスから、いいとこだ、そこはどうだ、倒れた、 PK、 ドウグラス・ビエイラに対して痛恨のファウルということになりました。岩瀬純也、同点、笠原読み切れなかった、ドウグラス・ビエラはキーパーと逆、右をついていきました。これで2対2、佐藤和弘はもういません、キーパー出られない、90分の戦いが終わりました。ホーリーホックが3対2でベルディを下したゲームということになりました。